コンビニ店における軽減税率の適用は、イートインコーナーを飲食禁止にすることが条件となります。来年10月の消費税率引き上げと同時に、軽減税率が導入されます。飲食料品について、店内で食べる場合は引き上げられた10%に、一方、持ち帰りにする場合は据え置きの8%を適用することが決まっています。 ただ、財務省はコンビニやスーパーの場合、休憩所に飲食禁止と明示し、実際に客がそこで飲食していないことを条件に、飲食料品を軽減税率の対象とする方針です。国税庁は近く、軽減税率制度に関する想定問答集を改定し、線引きを明確にします。